クダリウムのすべてをご覧の皆様、長です。なんとですね、チャンネル登録が1000人を突破しました。ありがとうございます。で、今日はですね、プレゼントのお知らせと、これまでどういうことをやってきたか簡単にまとめて、これまでやってきて分かったこと、あとこれからやっていくことをお話したいと思います。このチャンネルを始めた時は、パルダリウムはかなり特定の領域を指す言葉だと思っておりまして、どうかなと思っていたんですが、ここまでやってきて、パルダリウムはかなり広大な領域だなと思い始めました。そのきっかけはですね、パルダリウムとは何かという定義を解説する動画を作ったんですけど、この時に実はかなり広範囲を扱えるものじゃないかなと思い始めました。この動画を作る時に調べていると、いや実はアクアリウムよりも広大なんじゃないかなと思い始めたんですよね。同じ時期にたまたまコルクがあって、無印良品ガラス小物入れ中が手に入ったこともあって、これをサクッと作ってみたんですけど、意外と簡単なコンセプトでパルダリウムっぽいものができたんですよね。で、この動画がおそらくコケリウム人気に押されて5万再生近くされていまして、そのおかげで3ヶ月かからず1000人チャンネル登録を達成できました。これでやっぱりパルダリウムが扱える領域は広いなと考え始めまして、つまりコケリウムもパルダリウムに吸収できるなと思ったんですね。次にこの円柱型をやってみたんですけど、パルダリウムの定義のギリギリを攻めるオープンタイプなので、それを補強するために、現在パルダリウムのアイコンであるところのホマロメナをつけてみたんですね。水が流れるようにしたのは保湿のためなんですけど、水が流れるイコールアクアテラリウムの水たまりから上をパルダリウムと呼ぶこともできるんじゃないかなと思い始めました。そこでドゥアのシステムテラから水たまり部分をなくしたシステムパルダの制作に取り掛かりまして、こちらはまだ動画出せてないんですが、結構な反響をいただいてます。この辺りからまだお話ししてないんですけど、パルダリウム三大環境という用語を思いつきまして、簡単に言うと水辺の上、つまり陸上の高地、具体的には雲霧林になってくるんですけど、これら3つの環境があるなと。で、それで雲霧林についてはまだ挑戦していないので、今後多分重点的にやっていくことになります。あと、水草は水中でも育つ雨林植物だという定義にもたどり着きまして、水草レイアウトをやっている人でもできるパルダリウムをやってみようと思ってます。水草レイアウトの人、つまりアクアリウムの人もパルダリウムに関係するし、今ビバリウムと呼ばれている例えばトカゲを飼っているような人もパルダリウムに関係してくるし、コケテラリウム、コケリウム、あと園芸の人、つまりですね、パルダリウムは全ての交差点であるというふうに考えるようになりました。これを実際に具体的な形で示すためにも、いろいろな環境やレイアウトに挑戦していきます。そのためにはケージの自作が必要になってきまして、頑張ってやってるんですけど、今やっているのは小さいケージなんですけど、試作ができたのがこれになります。特徴としてはですね、なんと全部がガラスでできています。蓋を留める部分もガラスでできています。小さいホマロメナが入る可能な限り小さいサイズにしました。 190mm、118mm で黄金比になっています。このケージをいくつも作ってレイアウトのテンプレートを探求しようと思っています。ということで、なんとこのこれからのレイアウト探求の起点となるこのミニケージをプレゼントします。応募方法や注意などは以下をご覧ください。
今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。